廃線塚の山駅は、福岡県福岡市上南区七熊三丁目にある、福岡市地下鉄七熊線の駅。駅番号は N08。駅のシンボルマークは、空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした、西島伊佐夫が2001年に指揮したため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。 シンボルマークは、金の字をモチーフにした三角形に、金山の丘陵地をイメージした虹を組み合わせたもので、ある。駅種別カラーは陸、陸ク -121 で、役員大通駅、橋本駅と共通。橋本駅が管理し、JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅である。かつては、JR 西日本福岡メンテックが、 駅業務を自宅していた。駅名標島式ホーム一面二線の地下駅。各階の面積は、地上213平方メートル、地下1階2849平方メートル、地下2階2899平方メートル。二箇所ある、地上で入り口の片方は土木局駐輪場との合築。駅が七熊川の下にあるため、機械室などに、 特別な漏水対策が施されている。利用者の目に留まる箇所に用いられる、個性化壁には、高化試食の石英岩を使用している。2019年度の1日平均乗車人員は3120人で、ある。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。ありがとうございます。